はいえー、まず三番ですね三番の和田健太郎選手が勢いくよいくスタートしましたねはいその後に清水宏人選手です、えー、このレースは九、えー、番の渡辺哲夫選手が当、えー、日決勝になってますので発射とのレースになりますよねはいえー、まずこう前を取った和田選手ってことは、えー、和田マクロ選手が、えー、これから上昇してきて、えー、南関勢の和田和田コンビですねはいこの二人が前を取,取りました、えー、前中段にね二、えー、番の 清水博人選手、SKS 班ですね、はい、その後ろには今現在、鈴木隆選手がその後ろを取っていますね、これから香川選手が上昇してきて、2番、5番というラインが形成されると思います、その後ろが4番と6番の関東ラインですね、4番の鈴木隆選手、そして6番の亀山雄一郎選手ですね、最後方に7番の吉田敏弘選手、そして1番の坂口選手、7番、1番の中部勢ですね。 はいえー、2車ずつのラインで大きくは4分線ですね、まあ、これは、えー、後,ろに後ろを取った吉田選手がまず1回押さえてレースを崩していくということですよね、まあ、それに対応して、えー、4番の鈴木ルイ選手の出方が注目になりますよね、SQS、まあ、班の清水宏人選手の乗り方を見てください、このやっぱり頭の、ね、位置が下がってすごく乗車フォームも、ねえー、改善もしてきたのかなと思いますよね。 常に進化をしていかないとやはり現状維持をね現状維持と思った時点で勢い止まってしまいますからねやはりこの力強い流れっていうのをね、えー、崩さないように走りたいですよねもう乗車ホームが非常に素晴らしいですよね今の清水ヒロト選手ですねはい前から和田マクロ選手 その後ろに和田健太郎選手ですね。まあ、ここは和田選手の前を回る和田枕選手なので前を取って引いて緩んだらかます、まくるそういう感じではないでしょうかね赤間を迎えて7番の吉田敏弘選手が上昇してきました。これで一旦レースを 崩ししに行きましたね後ろに4番の鈴木玲緒選手がスイッチをして吉田選手のラインの後ろについています、えー、内に包まれてしまった8番の和田枕選手、えー、そして清水大人選手ですねこれ和田選手が下がってしまうと後方になってしまうんですよね、清水大人選手ね1回ね、ねこれ前イン切った方が良かったと思いますよね、ここが敗因ですよね、そもそもねらしくないですよね。 うんここでうまいのが鈴木瑠唯選手ダッシュがありますからスピードを落とすんですよね、それでみんなそのペースにはまってしまって、もう一列棒状。 まあ3番手にまた吉田選手は絶好のポイントですよね、うん、清水宏人選手もここでいいまくり打つんですけど、やはり前にね、和田まくる選手がいたり、先まくりを打つ7番の吉田敏弘選手がいますから、こうなってくると苦しいですよね、この3コーナー、ここは神山選手に、ね、当たりながら、みん自ら中は行ってしまったんですけど、アクシデントあったんですけど、ちょっと残念だったですよね、この後も落車があったんですけど、うまい競輪競争をしたね、えー、1番、7番、坂口選手と。 吉田敏弘選手、このワンツーがお見事だったですよね。そうですねお見事ですね、吉田選手は自信になったと思いますね。やっぱり競輪知ってるんですかね競輪競争、肌で感じてますよね、しっかりだから崩しにいって、やはりその翻弄されてる部分もちゃんと落ち着いてね、最後は3番って、やっぱり清水宏人選手の敗因は、やはりあそこ、インを切って前に出なかったことですよね。 やっぱり前から2番目っていうラインっていうのは前の選手を切らない限りいい位置にいないんですよ、この前の選手を抑えられたら引くでしょ、引いてきてしまうと、一緒になって引いてしまうので、こうなっちゃうんですよ、かます選手だったらいいんですよね、引いてきてもらってかませるって言うんですけど、清水選手の場合、そういう選手ではないので、田まくる選手を一回切らないと、3番手とかに入らないですよね、だからそこがちょっと範囲でもあるし、結局、後ろから焦ってまくりにいって、落車を。 し、ね、してしまった原因にもな,、はいうん、なったかもしれないのでその辺、ちょっと清水選手はレースを振り返ってね、うんうん、あそこで一回き切らなきゃいけないってことを、はい、うん、ことを勉強してもらえたいと思います、ね。はい